どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日は2020年版ドーンドングリコロコロ入門コード3つで、これからウクレレ始める方、この曲でまずやってみましょう。それでは早速ゆっくりやってみます。見ました。これウクレレで、これからウクレレ始める人にとってはもうこれも最高の入門練習用の曲だと思います。これあらゆる世代で歌えますからね。この曲であれば、この曲は C と F と G7 入門コード3つです。ウクレレを始めようかなと思った人が一番最初に覚える超絶入門コードでございましてですね、これね、本当にどなたでもできるということになってますよ。ウクレレで音楽やってみたいな、これだったら私もできるかなと思った方、できますと。ここにリンク貼っときます。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見てもらうだけで、あっという間にできるようになります。行ってらっしゃい。ここですよ、クリック。行ってらっしゃい。そこの今の動画を見ながらね、こうウクレレ触ってやってるだけで、もうね、あれよあるといろんな曲弾きますからね。もう1400曲以上のもうウクレレレッスン動画、ありとあらゆる音楽ジャンルです。もう J-POP から、もう洋楽から、ハワイアンから、もう映画の曲から、アニメソングから、山ほどこれから音楽自分で弾いて歌えるようになります。これを機に音楽始めていきましょう。まずこういう童謡がね、ほんとゆっくりここからまず第一歩始めるの最適でございます。で、今演奏しましたどんぐりコロコロ、 YouTube 動画と一緒に合わせてできた後はですね、やっぱり今度ご自身だけで歌ってもらいたいということで、私はですね、これを今皆さんにこうシェアしたいと思います。こんな感じでね、書くといいと思うんですね。これ1,2,3,4,1 ワンブロックで4回弾くわけですね。はい、どんぐりコロコロ、こんな感じで書いております。これちなみにガズクラブという今サービスが始まってて、これね、毎月660円のクラブ活動費をいただいて、このガズのいろんな曲、もうね、1000曲くらいこのノートのデータがあるんですけど、これを毎月5曲大好きな曲を選びいただいてダウンロードできるということで、その中でいろいろクラブ活動、私の朝ラジオやってたり、月2回のオンラインライブ配信とかに参加できる権利もついてますんで、ぜひガズクラブもぜひチェックしてもらいたいんですけど、こんな感じで書くといいよということでシェアしておきます。はい、これをね、書いて今度ご自身だけで歌ってみるとね、それをおすすめしてます。はい、これかわいいでしょ。書きました、イラスト書きました。はい、これだから超シンプルです。はい、ね、こんな感じで書くのがいいと思いますね。はい、そしてコードは、はい、ここに書いてあります。入門コード3つ、 C と F と G7 ということになっております。はい、これ参考にしてください。ぜひとも音楽、ウクレレで楽しんで始めていきましょう。そしてすでにもうやってますよという方、この楽しさ周りにお伝えください。今日のこのどんぐりコロコロみたいな曲をね、こう皆さんの手でね、こう周りの方でこんな風にやるんだよ、3つ覚えればいいだけですからね。そしたらもう次会う時には一生ジャカジャカできたりとか、そういうね、笑顔の輪が広がる、素晴らしいです。ガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用ください。チャンネルにいいねだとか、チャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いいたします。そしてね、ガズレレいろんなことやってます。さっきもちょっと途中でお知らせしたんですけど、ガズクラブ、こちらももう本当500名以上のね、メンバーでも本当に楽しんで、毎朝僕がラジオ配信したりしてるんですけど、このね、
アプリがあるんですよ。ガズレシピです。こちらの方もアプリなんでね、もうどんどん いろいろスクロールできたり、メトロノーム機能ついたり、もうすごくいいですよ。まずはこれダウンロードしていただく。これ全部ホームページのトップページからリンクかかってますからね。お願いします。そしてあとね、ガズレレではいろんなグッズがね、あるんですよ。この今、かけてストラップだとか、キャップとかね、キャップだとか、T シャツだとか、あとね、このリュックサック、これもあと、ほんとあともう数個になっちゃいましたけど、これウクレレコンサートサイズが入るリュックサック型ウクレレケースなんですよね。これ中開けると2つのポーチが、ここに取り外しができるセパラートタイプのポーチがついてて、譜面台を入れたりとか、チューナーを入れたりとか、こういうふうな、ついてて、まあ楽器用のケースなんで、ここも分厚い保護材になってます。これがもうものすごく大ヒットしてたんですけど、あともうちょっと本当に、もしご検討くださってる方は急いでください。これ横に持てるとかね、これビジネスマンでもね、スーツにも合うかなみたいなデザインしております、そういうグッズがいろいろあるというと、この水引きもね、これ私の両親が手作りこんなのもやってたりとか、これです、これ、このリットミュージック社から出てるこの、信号機みたいな、この赤と黄色と緑みたいな、このね、本のシリーズもね、これ3冊合わせてもう累計そろそろ10万部に行くんじゃないというぐらいの大ヒットになってますけど、とにかくこれ分かりやすいんで、ぜひこれ本屋さん、楽器店さんなどでちょっとこれチェックして、もうもちろん Amazon でもありますし、ぜひこんなのも、よろしくお願いします。そんなわけでですね、もうガズレあっちからこっちからもう大盛りでございましてですね、まあ、これからも面白いこうミュージックライブを、楽しいミュージックライブを皆さんにお届けしようと思ってます。音を楽しむと書くから音楽ですよ、楽しむ、これが真ん中にあってという音楽、素晴らしいと思います。皆さんこれからもガズレと一緒に楽しく音楽してまいりましょう。それでは皆さん、さようなら、ごきげんよう、バイバイ。